みたいな感じで会釈してくるんですよ。大丈夫ですよみたいな。私も気持ち的には全然いいことじゃない。ただ起きたばっかりでお腹出しただけなんだけどなと思いつつ、まあ少し、ね、あの電車も動かなかったから出てタクシー乗ったんですけど、めっちゃ恥ずかしかった。あれは本当に恥ずかしかったけど、昔 LINE の下書きまどかって言ったじゃないですか。まどかが本当に自分の昔売れたって言ったんですよ。それ聞いて、まどかに
なんだろう、最近口コミがすごいんですよ、これ。本当に私、芸人さんとかいろんな方に、なんか東京アイドルフェスとかで来て、漫画ってやってるよねみたいな、出るのとか言われるんですよ、すごい。6人いるんですよ。で、7年エンターテインメントさん、下の方々
古眉と関眉ね。古眉の方はね、あの14歳なんですけどね、結構ね、私松竹芸能なんてみたいな感じなんですよ。で、関眉は結構あの真面目で、2人しか関眉にされてしまうみたいな感じなんですよね。なんだろう、年が下になりつつで、結構我が強いというか、もう前進化しましたね。あと、なんといっても橋本環奈ちゃんの妹ね、橋本環奈ちゃん、ルカップ、私はルカップ、関係はルカップ、ミシェルみたいなポジションかみたいな思ったんですよね。
私26には彼氏作りたいんですよ本当に。いやこれはね認めてほしい、みんな。だって人生だって、あの今ね応援してくださる方には申し訳ないかもしれないけど、50とかで独身って嫌でしょ、逆に。私がだから私がね人生設計として今頑張って仕事をめちゃくちゃ頑張って、で26までにはもっと剛力彩芽ちゃんみたいになりたいんですよ。あの CM とかに出てるみたいな、ね、で25とか6ではそっか頑張ってローラちゃんみたいなね、頑張って26でちょっといいなって見つけて28で結婚しますから。私すいませんけど28で結婚して30までに第一子出産したいんですよ。ちょっとやっぱ20代で産みたいなっていうのがあるんで、本当に30か30手前ぐらいに第一子出産したいんですね。その子は男の子なんですよ。で男の子が生まれたらなんとなくやっぱこうね、4歳くらいで顔とかも分かるじゃないですか。現に私も4歳くらいからあんま変わってないので、なんとなく分かるんですけど、それで4歳くらいで生きると思ったら、私即ジャニーズ入れるんで、ジャニーズ入れてあのダンスが習わせて、であのなんていうの、結構そのジャニーズジュニアっていうか、だから別にWow.
ある人、言ったことある人はどういう意味で言ったのか知りたいですか、ね、私から。
さんでもらってこう前向きになっていただけたら嬉しいななんて、まあ、そんな願いを込めて、まあ、この楽曲を作らせていただきました。今年の夏の定番ソングとして皆さんにぜひ聴いていただけたら嬉しいなと思っております。それでは菊地亜美ちゃん、番組を聴ける皆さんに聴いてほしいこの曲をお届けしたいと思います。サマートリップの中から1曲お聴きください。倖田來未でラララララ。以上、倖田來未でした。最後までお付き合いありがとうございました。お相手はあなただけの菊地亜美でした。